それではスタートします。第1回カモ楽読世界戦略会議スタートします。まず最初に僕の方からカモ楽読って何なのっていうと、まず楽読という速読スクールがもともとありましたとさ。で、僕が10年前に講演家として独立した時にフランチャイズオーナーとして関わらせていただいてたのが楽読という、まあ、世界一遅い速読、つまりすごく頭のいい特別な人しかできなかった速読から誰でも学べる、誰でも活用できるというですね、敷居を下げた、速読が生まれましたと。で、そのフランチャイズをやっていて、で、今はもう僕の、スクール池袋スクールだけではなくて、全国にカモ楽読という名前のスクールが今現在17スクールあります。で、このカモ楽読ってどんなスクールかっていうと、まあ、フランチャイズの中のフランチャイズオーナーにくっついたフランチャイズ。何言うてるか全然わかんないね。要は孫です、孫。孫たちです、ここにいるのは。年齢関係なく孫たちなんですけど、じゃあなんでそれをやり始めたかっていうと理由があります。それは僕自身がこの世の中を承認の世界に変えるという、まあ、思いがあって講演家にもなったし、ハッピーマイレージや今ではチップとかも推し進めていると。で、僕はとにかく独立してから10年間、何よりも影響力が欲しいと。僕に影響力を与えてくれたら、それだけみんなが生きやすい世界を作れるのにって思いがあって、活動してきましたと。で、YouTube がおかげさまでたくさんの人に見ていただけるようになって、ウェブ、インターネット上での影響力がある程度できたと。で、いよいよ、ここからはネット上だけではなくて、オフラインの拠点、全国にみんなが集まれる場所を作りたいって思った時に、集まるところを作るのに、まあ、ほら、まだ協会は早いなと。まだちょっと教会作るの早いと思ったのでまずはビジネスを一緒にやれる仲間が全国にいてくれればきっとカモチューバーカモチューブを見てる人たちが実際に直接会うようなそんなあったかい場所が全国にあったらとってもいいことが起きるだろうなと。一人だけだったら夢を叶えることが苦しくなったりとか一人だけだったら綺麗事を語っているのが辛くなるような人たちがきっとここに集まればきっとみんな夢に向かってどん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 活動できるし綺麗事を言っても絶対否定されないような承認空間があれば安心安全に多分自分たちの思った通りに生きられるんじゃないかという思いがあって僕一人ではそれをなかなか全国でリアルにお会いすることが難しいので僕が声をかけてスカウトされた厳選されたメンバーだけがこのカモ楽読を各拠点でやってもらっているとこれがあのカモ楽読の誕生の理由です。なあいいね今褒められて調子に乗ってるメンバーでございます、はい、でもこれ本当にそういう思いでやったことなのでもちろんビジネスの仕組みとして持ってる拠点ではありますがもう完全に思いでつながっているそう人がこう元気が出たりとか明るくなったりとか勇気を持てるようなそんな場所を作りたいが僕の大元の思いだっていうことがこの誕生カモ楽読という仕組みの大元の根っこにあります。で今日はあのこれは今のは僕がなぜカモ楽読をやろうかと思った思いを喋らせてもらったので今日はせっかくね各スクールのスクールインストラクターもしくはオーナーですわそのスクールのね人たちがこれだけ参加してくれているのでまあ大体の時間にすると30秒から1分以内ぐらいで短い時間ではありますけどなぜ私はこのカモ楽読この企てに加担しようと思ったのかというのは個人的にそれぞれ思いがあると思うのでそれを聞いてみたいなというふうに思います。それをまたこのねこのライブに来てくださっている人たちにも受け取ってもらえたらあそういうことだったのかっていうことがすごくよくわかると思うのでしかもね今日見てくれてる人の中でお地元にカモ楽読があるんだってことを今日知る人もいると思うんですよ。そしたらちょっと行ってみたいなとかで行こうと思ったらこの人怖い人かと思ったら顔よりはいい人だなとかそういうようなこともですねきっとライブで伝わるんじゃないかと思うのでちょっと一人ずつ30秒から1分ぐらいの尺でですねあんまり長かったらあのうちのヒロキンが強制ミュートかけるというですね地獄のようなシステムになっておりますのであのできるだけショートな感じで思いを伝えてもらえたらと思います。じゃあ次、はい、南っていうとどこになるんだい。次はこれ東京飛ばしていってないだんだん川崎にする、はい、川崎行きますか。はい、川崎はスクール連行さんです。はい、いいねありがとうございます。楽読をやったきっかけって、ずっと建設業でサラリーマンやっててそれを辞めてレンコン作ってたんですけどまあまあ暇だったんですよ。いやもうなんかちょっと待って待って建設業やっててレンコンがジャンプしすぎてよくわからん確かにあのレンコンが好きすぎてレンコン作りたいと思ってそれでレンコンしかやってなかったんでめっちゃ暇だったんですよ。なるほど、うん、いいタイミングでカモさんから電話がかかってきてあこれはできると思って思ったんだけどそこでアトラクションがあったんですよ一つ。はいはい、あのカモさんから電話がかかってきた翌週ぐらいに台風が大きな台風が来て、はい、レンコンが全部飛ばされたり家もね屋根が飛ばされたりとかしてあったね。これは楽読やんないと挽回できないと思っていろいろ
と思って本当にそこでやろうという覚悟ができてそこからスタートしました。なるほど。はい。せーの。いいね。いいね。最初は暇だったからだ、ね、暇だった。ところがレンコン投げ倒されてこのままじゃ飢え死にするっていうこと、ね、そう、うん、生きていけない。暇ぶっこいてたから死にそうまで生きて変わったんだ。どん底でした。でもそこにこのカモ楽読の話が来たってことだから、うん、やっぱ運がいいんだね。運がいいですね、やっぱね、はい。でも今もレンコン畑あるんですよね。今も行ってます、泥まみれ。それだって千葉の立山だっけ、うん、そう、千葉の立山っていう素敵な場所でやってます。今スクール川崎じゃない。あ、川崎です、そうです、うん、で、めっちゃ遠くない？めっちゃ遠いですよ、3時間ぐらいかかるんですよ。ちょっと意味わかんないですけど3時間ぐらいかかるんです。なんで立山のレンコン畑があるのに川崎スクールやってるんだっけ。確かに目的はレンコンを広めたいが目的があって、はい、自然に触れてほしいっていう目的なんですよ、はい、立山でやってても自然だらけなのでみんな自然に慣れてるから都会に行かなくちゃと思ってちょっと出かせ的に行ってきます。立山で自然に触れようとか言う。そう、毎日ですけど、うん、そう、それなんですよ。で人がめっちゃ住んでる川崎で、それを伝えながらちゃんとレンコンを育てれば、はい、実は成し遂げたいことに本当はちょうどよかったってことなんだ。そう、つながりました、だから感謝です、ありがとうございます、レンコンさんでした。ありがとうございます。のいいね。ごめん、でも今の話を聞いてると印象残るのレンコンしか残ってないよね。全く速読とか残んないプレゼン、ありがとうございます。今日、いや、めっちゃ楽しかった。でこれごめん、これ一番楽しかったのは俺かも。やっぱりもちろん僕がね選ばせていただいた、あのコウスケ以外は選ばせていただいた、あの超、まあ、優秀だから選んではないんですけど、で一緒に仕事したことがないわけだから優秀な人選んだんじゃなくて、なんか僕がこの人たちとやったら面白くなりそうだっていう人を選んでる。要は好きだから選んでるメンバーなので、やっぱりこれビジネスってもしかしたら昔はこう優秀な能力がある人たちが組んでやるっていうのが一般的な組み方だった時期もあった気がするんですけど、もうね今の時代違うかなと思っていて、好きな人が組んだ時が一番トータルパフォーマンスが上がる。でそれを口だけじゃなくて本当に数字で証明できてるのがこのカモ楽読だと思っています。でもともと僕10年前からこの楽読を自分自身がフランチャイズオーナーとしてやってたので、めちゃめちゃ数字10年間の履歴知ってるんですよ。で言ってもスモールマーケットなので、あ、スモールビジネスなので1スクールの売り上げがやっぱり40万から50万ぐらいが月間セールスの平均なんですよ。言ってももちろん100万以上売るスクールもあれば、でもそれ以下のスクールもあるので平均すると40万から50万ぐらい、これがね10年間続いてたんですよ。それがなんとこのカモ楽読スクールは平均売り上げが120万売ってるんですね。だから過去の履歴から言うと、3倍売ってるのがこの新しい革命のメンバーでございます。せーの、いいね。でもちろん今日ねライブを聞いてくださった方は分かると思うんですけど、このメンバーは明らかにお金を稼げると思って集まったメンバーなんかじゃなくって、なんかこの世界がいいなって、こっちの世界広げたいなっていう世界観で集まったメンバーなんですよね。でその世界観がもうビジネスモデルになるっていうのが素敵だと思いません？この世界最高だなと思ってて、もしかしたらちょっと前までの感覚で言うとビジネスはビジネス、そして自分と気が合う趣味の世界とかは遊びとか趣味でつながるっていう風に2つを分けているっていうのが一般的な考え方だったような気がしています、僕自身も含めてなんですけど、でも今やもう世界観、こんな人とつながれてこんな人と一緒に共有したいなっていう世界観とビジネスが完全一致するっていうことを本当にこのチームはやれてるなっていう実感があって、本当にねカモ楽読っていう仕組みを思い切ってチャレンジしてよかったなって思ってます。もう当たり前なんですけどビジネスって最初から結果なんか分かんないんですよ。やってみない限り絶対に分からないんですよ。だからある意味新しいビジネスを立ち上げるときっていうのは間違いなくギャンブルなんです。もちろん仮説も持つしシミュレーションもするし、できるだけリスクエッジのことも考えて準備はしますけど、全てを完全に準備しきるなんてことは不可能。そんなのできたらビジネスに悩む人なんかいません。だけどあえて皆さんが見てる前で言いますが、このカモ楽読のビジネスは完全に賭けに勝ったよ。みんなのおかげだ。本当にありがとう。せーの、いいね。なのでこれからもこのカモ楽読の仕組みも含めて、そしてもともと私たちが、コンテンツとして利用使用させていただいている楽読、人が本来あるべき姿へ変える環境提供、
この誰もが触れれば自分の本質とか自分の心の声にちゃんと忠実に生きられるようになるっていう、いわゆる我々の持つ、我々がいいと思ってる世界観、これを広げていくっていうことが、これからもこのメンバーのハッピーであり、このメンバーに会える人のハッピーにつながるので、もう正々堂々とこの綺麗事をビジネスで広げていきましょう。以上で終わりにしますが、今日、今回このライブを見てくださってる方に、だけにね、ちょっと限定で、このカモ楽読、あ、面白そうだなとか、速読やってみたかったんだなとか、いや、ちょっと地元にこんな面白い人いるんだみたいな人か、速読に興味を持った人、もしくは、今人生の転機だなと、自分自身が、今自分が変わりたいっていう思いがあるなと、そういう気持ちがある方は、このカモ楽読世界戦略会議、を見たと言っていただければ、体験セミナーは普段5000円のところ、3000円で受けていただけます。いいね、今急に言ったんで、今みんなはそうなんだって多分聞いてなかったんで、今スクールのメンバーが今知りましたので、間違いなくこれ証拠として残っておりますので、カモ楽読スクールに限ります。これ他の楽読スクールの人には言ってないので、今回出席されたスクールと、あと宮崎も OK かな、はい、宮崎の方は後で言っておきますんで、宮崎スクールと今回参加されたカモ楽読スクールの方に、カモ楽読ってホームページの方から予約を入れていただいて、今回は世界戦略会議を見たと、コメントとか、でメッセージをいただければ3000円で受けられるっていうサービスにいたしますので、人や、速読やもしくは自分のこう変化に気づいた感じたという方は、ぜひぜひ私たちはもう本当にね、もろ手をこう広げてようこそという気持ちでですね、ちゃんと迎え入れる体制ができておりますので、ぜひぜひ、私たちのところに訪ねてきてほしいなというふうに思います。それでは以上で第1回カモ楽読世界戦略会議終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。めっちゃ楽しかった。いいね。バイバイ。最高。ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。ありがとうございました。やってるよ。やばいよ。オンラインのビープだ。